神秘的。やばっ。じゃあこんにちは。今日はマルタレオンです。今日はここはどこですか、エノさん。あれあれ？ヤ渋じゃね？ヤ渋。渋谷ナウです。渋谷です。ということで今日は僕たちのデート、渋谷デートの様子をいろいろ撮りたいと思うので Vlog です。 Vlog スタート。渋谷結構来るでしょ。うん、でも来るよね。来る来る来る。でもなかなかこの1回だけ登ったことあるけど、うんうん、いや、あんまねスクランブルスクエアの方が行かないから、うん、こっち側だよね。そう伝わる。やば。風がありますね。今日はね、暖かくなる予定なんです。天気もすごくいいです。春の訪れです。春じゃー。春ですね。春が来ました。ちょっとエスカレーターみたいな、エレベーターみたいなやつに登ります。登りましょう。ということで今からエレベーターに乗って上に行きます。乗れるかな、乗れるかな。せーの。うわー、はい、綺麗で、この14階へ。14階。せーの、いいよ。あ、でもすごい。全然高い。だって今なんか今11だよまだ。全然14だよ。来ました渋谷スカイ。渋谷スカイ、スカイ渋谷。はい。消毒しましょう。大人を2枚。絶対ここ使われんだろ。ということで登りました。登ります。ありがとうございます。ただいま14階です皆さん。うわー、うわー、すごい。神秘的。やば。わー。すげえ。レオやっぱり。全く僕たちの顔は、あ、こういう。あ、チラリ。チラリチラリ。すごい、これ見てください皆さん、上にこう。すごい。登って、やばい。登ってる感じしないんだけど。ね。登ってんの、不思議。着いた模様です。あ、着きました。すげえすげえ。わおわお。大丈夫ですか。大丈夫です。足元気をつけて。あ、ありがとう。すげえ。オーシャンビューでございます皆さん。やばい。やば。すげえ。攻める。すげえ。え、やばくない？やば、超綺麗なんだけど。え、めっちゃ天気いい。ね、良かったね。晴れで。超絶天気です。ほらいいよ。踊ってみた踊った場所みたいじゃない？ちょっと踊っちゃいますよ。すげえ。超綺麗。ほら皆さん、まずこっちから見る？ね。見よ見よ。まずこっちは多分六本木とかそっちのあたりだと思います。わ、すごい。あ、怖い。怖い。すげえな。やばくない？えぐいえぐい。東京タワーにスカイツリーです皆さんこれ。ね、東京タワーにスカイツリー。ダブルに。どっちを選びますか皆さんは。だってこういう感じなんです。日差しがすごいな。すごい。はいチーズ。イェイ。スクショタイム。これ後でスクショしようと。スカイステージ。あら、踊りましょうか。あれ踊りましょうか。写真撮ろう。あきゃ。うい。すごくないこれ見て。ちょっと鏡でちょっと髪直したりして。すごい。え、待って、座っちゃう？座っちゃいましょうか。ね、空いてる。え、すげえ。え、やば。贅沢。贅沢。贅沢。おいしょ。やばくない？皆さん、景色ますか？ここまず。ケツあったかい。あったかい。ドカーンということでね。うわ。スカイツリーと目合ってるわ。座りながらこれですよ。ちょっとすいません、贅沢しちゃって。すいません、東京一望しながらちょっとダラダラしちゃって。すいません。こんなすいません。こんなダラダラ。こんな時間過ごしちゃってすいませんなんか。いいじゃんか。三と四と。グッジョブじゃん。いいね。これから二人過ごしてゆくために約束して。あ、今日好きになりました。渋谷スカイハイ。愛知県から来ました。ここ出会いだったら最高ですね。予告に使えるから。予告誰が来るか分かんないけど。ちなみに愛知県から来ました高校3年生丸田瑠音です。よろしくお願いします。お願いします。え、見てました。本当ですか。一緒に楽しみましょうね。あ、ツーショットいいですか。あ、早いですね。あ、行きますか。 OK です。じゃあさっきの椅子行きましょうか。え、これヘリ来るの。ヘリ泊まれるんじゃない多分。なんかあった時用のヘリで登場したいな。何あれ。え、てかさ、これめっちゃよくない？ね、てかさ、撮ってもらおう写真。え、それな、撮ってもらいたい。せっかくなので、あちらのなんかそういう展望台みたいなとこで。ありがとうございます。そしたら真ん中の黒い縦線中心に合わせていただいて OK です。先にこっちのカメラ撮っていくので、お顔だけカメラ目線でお願いします。いきます。はい、ポーズ確認します。ということで、今渋谷スカイに行ってきました。楽しかったですね。まだ渋谷スカイだけどね。そうマジ綺麗ね。綺麗だね。すげえな。お客様みたいなカードとこちら領収書になります。お？ここ座ろう。座ります。一旦まずお食事を。よっこいしょ。光。まさに光。ドリンクと。やばい、溶けちゃう。熱い熱い。いただきます。どうぞ。乾杯。すげえ、なんだこれ。メロンスッチ。名前はわかんないです。パッションフルーツスカッシュ。お、すげえ。新しい味。新しい味。うまい。うん。おいしい。おいしい。うん。何やばい。ホットドッグ。すごい。うん。肉汁。肉チール。おいしい。うん。うん。おいしいわ。ね、ソーセージめっちゃ美味しくないこれ。ね。おいしい。おいしいしか言ってない。でも本当においしいです。うん。パンもいいね。これな。パンもおいしい。おいしい。せーの、ごちそうさまでした。ということで、ご飯を食べたということで、最後お土産を買って帰りました。お土産を買っていきましょう。いや、何があるかな。ね。こういうのは地下鉄線路。え、でもめちゃめちゃ良くない？俺これ1個持ってたらさ。確かに。どこだっけ？今日の乗り換えは。今日の乗り換えは。調べなくてもいいね。いいねいいね。ここだからこの乗り換えで。いいじゃんいいじゃん。え、可愛い。あれさっきのあそこじゃない、上の。ね、すごい。可愛い。え、ハチコちゃんこれ。可愛い。あーでに。ララララ。イエーイ。ララ。うわあ。僕たちのツーショット。お願いします。ほら、これペアなんですよ。だからほら。え、可愛いこれ。これにする。よくない？よくない？違う。これにしよう。でしょ？あ、決まった。購入しました。購入しました。お土産も買えて大満足。ゾクゾクでいい。ということでプリ撮りましょうか。プリ撮ろう。最新機種。これ最新機種。それが一番最新。春色世界。これでやりますか。最新って感じだね。ねえ、すごい明るい。挙式する？じゃあ挙式いいじゃんいいじゃん。すごいね。よう分かんな、分からんわ俺こういうの。リップするでー。めっちゃ漏れてんな。いい感じ。取れました。出ました。すげえめっちゃなんかおしゃれじゃない？ね、透明だよ。可愛い。超透明で可愛いです。ということで今日は僕たちの渋谷デートの様子をお届けしました。どうでしたでしょうか？どうでしたか？楽しかったね。ね、楽しかったね。スクランブルスクエアもすごく綺麗で、ご飯を食べて、プリも取れて、最高な一日でした。今日はありがとうございました。ありがとうございました。東京でのデートは初デートだったので、初渋谷、初渋谷デート、初東京デート。そうだね、初東京デート渋谷デート。以上、令和屋の渋谷デートでした。バイバイ。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録はこちら。洋介最新話はあちらです。ぜひ見てね。バイバイ。